皆さんこんにちは、太陽です。今日はですね、サイクルガジェットあやちゃんの自転車グスト、なんだっけ車種RCR、はい、こちらの方紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、こちらがあやちゃんのグストの RCR のチームデュロリミテッドになりますね、はい、ここにリミテッドで書いてある。やっぱりゴールドとブラックのカラーがめちゃめちゃかっこいいですね、うん、こっちから見たら非対称。そうですね、これ確かこっちがこうゴールドで、こっちがブラックでゴールド文字入ってて、はい、こっち側がゴールドでブラックの文字が入るという、はい、ちょっと彼らとかに似てる感じですね。黄色以外もそういう非対称なので、うん、あーなるほど、あ本当だ、フォークの裏とかも逆になってる、はい、こっちがほら金でこっちがブラックになってる、でヘッドチューブは逆になってるっていう、はい、この左右非対称のやつって結構限定車とかではたまに見かけるけど、こう通常ラインナップで入れてるのは僕彼ら以外知らないんで、多分グス彼らも一時期そういうフレームがあって、こっち側が白くて反対側が黒いみたいなのがあったんですけど、それに結構似てる感じですね。でも左右非対称なかなかないんで、今は多分彼ら普通に左右対称になっちゃってるんで、今多分グスとか唯一じゃないかな、そんな感じで。じゃあ細かいパーツ見ていきましょう。まずね、目を引くのがこのハンドルですね。すごいなんか可愛いハンドルがついてるなんか蝶々みたいになってるこれは東京 3S さんのレノっていう、あこれ東京 3S なんですか。僕と同じだ。僕は、ね、僕のルックも、ワンバイ S、ワンバイ S なんで、一応メーカーは東京 3S なんで、うんうん、同じメーカーですね。結構面白いハンドルいっぱい出してますよね。あ そうですね、もうデフォルトでも下半持っちゃってます。ああなるほどなるほど、そっかそっか、上この前ハンドルが持てないけどちょっとデメリットですね。ああなるほど、さっき掴んだ、さっき掴んだら掴みにくかったなるほどなるほど、ブラケットここ持つか、じゃあこう下半のポジションがちょうどその通常のステムの高さに来るようなジオメトリーになってる。ここ多分通常のバイクのここと同じ、そう、ね、距離感なんですよ。だから常に下半をまあ握れるような感じ、はい、まあ、下半の役割、下半握る場所がちょうど普通のバイクの上半の位置に来るみたいな。 はい、そっか、これだとすごいブレーキがかけやすい、かけやすい、やっぱ手の小さい人とか、あと女性の身長の低い方とかであれば、あーこれそういうことか、なるほどなるほど、めっちゃいいなこれ。僕の妹のチャリこれつけようかなそう、僕の妹も今ブラケット、はい、ここやっぱり握るのがちょっとやっぱきついんで、常に下半持ってるんですよ。でやっぱりちょっと低すぎるんで、はい、これつけたらその下半の位置にこれが来るから、あいいなこれ。ちょっとベノちょっと後で僕でググってもしかしたら買うかもしれないこれ。カーボンですよ、カーボン、カーボンハンドル、カーボン。アルミ板とかないのかなこれアルミ板は形が似てるので、あーありました、なるほどなるほど。あでもこのハンドルいいな、ちょっと高いです。これは高いよね、これはかなりいいやつだもんね、はい、はい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 。でもこのコンセプトというか、このハンドルの形は使える、うん、使える、いいいい、なるほど、目を引くし、なんか僕は可愛いなと思った、うん、真正面から見たら翼が、そう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 、なんかあのスペシャリストのベンジミンのカモメハンドルみたいな感じがして、はい、おしゃれ、いいねこれ、やっぱハンドルでいいねこれ、うん。で、まあ、YouTuber といえば GoPro、 GoPro といえばマウントっていうわけで最近買いました、ついあ最近なんだ、1、2ヶ月前ぐらいに買いました。あじゃあもうつけたてほやほやみたいな感じ。ほやほやおお。あとこれ ベノの悪いところなんですけど、うん、ここ曲がってるんで、あーなるほどなるほど、斜めります。あでも常にこう斜め上からこう顔取れるから、あそうです、ね、女性の方とかだったら結構このハンドル使ってる方多いと思います。なるほどね、あこれ参考になるわ。これ男のローディーとなかなか気がつかないポイントかもしれない。斜めにこう行くのいいなこれはいはいはい。サイコンはこれあれかな、キャットアイの、ね、あのこれあんま使ってないっていうか多分電源切れちゃいました。あーなるほどでもマウントはちゃんとね、下にこうライトがつけるアダプターとかがついてたりとか、 GoPro を、ま、はい、下げるやつがついてたりとか、 そうですそこら辺はやっぱりさすが YouTuber っていう感じで、はい、でドイターの、フレームバック、フレームバック、はい、なんつうの、トップチューブバックか、トップチューブバック、ドイターってことはあれか、水を割と弾いてくれるのかな、そうでもドイターはそうでもないか、ドイターっていうとなんかそのリュックサックのイメージがあるから、あそうです、ね、あんまりこれ見たことないけど、まあ紛れもなくドイターでもちゃんとチャックとかちゃんとこう水が
こう中に入んないような、そうですね、浸透は全然しないしないようになってるんで、そこら辺はさすがドイター。次どこ行こうかな。次サドルは、これあれだ、なんだっけ、あのセラの、そうだよね、 SMP、 これ僕の親父が好きなやつ、くぼんでるっていう、そう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 、こうなって、これなんかすごい、あの好きな人はものすごい好きって聞いたことがあって、なんか合わない人はなんか全然合わないらしいんだけど、結構ここもあの柔らかいので、うん、そうね、あ、本当だ本当だ、うん、女性とかだったら結構おすすめかもしれない。これなんかめっちゃ薄いバージョンもあって、僕それ座ったらすげえ痛くなったんだけど、これだったらいけそうな気がする。結構いいですよ、うん、これいいね。なるほどなるほど。で次はそうだ、コンポーネント見てみようか、はい、コンポーネントは、だってかコンポーネントの前にあれね、ブラケットのカバーがちょっと変わってる。これシェイクスのブラケットカバーで、本当だ、なんか模様が入ってて、あれ何、あの滑り止めがすごいちゃんとしてるんですよ。あ、本当だ、すっごいクリップする、何これあのこの溝のせいだけじゃなくて、このゴムの質感もなんかシマノより全然滑らないというか、ガシッと。シマノにしか対応してないので、カンパとかスラムの方は取り付けられない。ああ、なるほどね、もうこの形が全然違うもんね、はい、これすごいグリップ力あって、握り心地フィット感とかちょうどいいですよ。形とかはまあそんな変わらないけど、やっぱそのなんだろう、この滑り止めだったり、そのゴムのあれだったりみたいな、はい、職人さんがあの一つ一つ全部手作業でやってるらしいです。ああ、じゃあ結構お高いんだねすげえ、まずコンポの前にこっちから入っちゃうってコンポーネントはシマノのアルテグラの R8000、 R8000、はい、これは完成車でアルテだったのでコスパは良いです。確かに。あ、これ元からではついてた。あ、そうです、もう全部完成車で買ったので。すげえ、さすがグスト。105は、クランク？クランクが105だけで。ああ、なるほど。クランク105で。そうですそうです。ここだけ買いました。ああ、なるほどなるほど。70ミリから160ミリのクランクに。ああ、そっか、クランクが長かったから、それを長さを調整するためにクランクはまあ交換されてるっていう。ここだけが105。で、それ以外はあるって。はい、なるほど。いいです。で、ホイールは皆さん、まあ、ご存知の通り、カンパニオールのシャマルミネでございますよあのブラックリムがすごいかっこいい、はい、あれです。僕もシャマルつけたいな、ルックに僕ゾンダなんだよねあ、私もあの最初ゾンダでした。最初ゾンダだった、はい、はいはいはい。ここが青いブレーキシュー。あ、そう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 、あのシャマルミネは専用のブレーキシューがついてるんで、ここが青い、ちょうどあのゴールドといいアクセントになっててかっこいいですね。あ、確かに、うん、そう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 。モトルケージはあれ、イベラだ、イベラとジファールだ、もう同じ、ロードバイク界隈でおなじみのジファールのモトルケージなんだ。そう、僕もあんまり見たことないですけど、たまに見かけるかも。横からこう抜き差ししやすいやつだよ、これ。あ、そうですそうです。あとあれですね、エッグビーターです。ああ、これエッグビーター、僕これケンタさんで初めて知ったんだ。あ、そうなんですね。結構ね、あのケンタさんの動画で僕この辺はね知ったあんまり僕のシリアで使ってる人がいなくて、なんか周りにスピードプレイとか島の刃が多くてあんまりいないんですけど。でも私も最初は SPD でした。あー、 SPD、 SPD でいいと思う。すごい外しやすいです、うん、あ、外しやすいんだこれ、はい、へー、硬いよね、ちょっと硬いです。あ、じゃあこっちの方が結構スコンって入ってくれる。もうあの本当のなんだろう、ぬめって感じ。ぬめって感じ、はい、あー、はい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 、なるほど。僕も興味もあるんでちょっとぜひ、うん、試してみようかな。シクロクロスタタイ試してみようかな、うん、そんな感じですかね。あとこれよ、ん？なんかあったっけ？あ、ラバッチョ。あーそう、ラバッチョでなんかあの東京店オープンしてるので、そこでコーティングをしてもらったんで、はい、あの動画じゃ伝わんないけど、あのこれ撥水効果あるんですよ。そうそうそう、今日みたいにちょっと水滴がある日とか、こう濡れてるところとかで泥がついても簡単にポロって落ちてくれる。あとこれもおすすめです、ハンドルミラー。おー、めっちゃ水滴がついているハンドルミラーねはい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 、安全第一、安全第一で僕ね、このハンドルミラーのここにベルがついてるやつがあって、それが欲しいなと思ってる。ベルあるんですね。ベルなんかね、調べたらここにつけるベルがあって、今度ちょっと買ってみようかなと思ってるけど、やっぱここにあるとこのハンドルがやっぱ特殊な形状してるんで、ちょっとアクセサリーが若干つけづらいところもあるんで、そういうところにこういうなんかバインドとか使えるといいかも。これもおすすめです、トピークのスマホマウントなんです。ああ、これでガチョンってスライドで行くんだ。スライドで横もできます。おお、めっちゃ便利です。
動画撮ってる時にさ、はい、こうなってたから、はい、あのホールドしてねえんじゃねえかと思ってた。ああ、うん、こういうやつなんですよ。そうそうそう、なるほどね。そっか、あのつけるだけじゃ角度も変えられるんだ。角度変えられるんです。これ便利だ。横でも使えるし、縦でも使える。あやちゃん、ホールドしてないで、そのスマホって。違ったんだ。そうなんですよ。単純にそういう仕様だったと。なるほど、なるほど。ただ、これ専用 の、あのスマホカバーが必要なので、それは簡単。ああ、なるほど。じゃあ、自分のスマホに対応してるのがあれば、これをかかってつけれると。はい、そうですね。これは便利だわ。便利です。あのぜひウーバーイーツやってる方はぜひともこれを見ていただければと思います。こんな感じですかね。あとテールランプはノグかな、うん、あそうですね、ノグかな、ノグかな、ピントが合わない、ピントが合わない、なんかノグっぽい、うん、あノグ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 、あのどこが逆さになってるか分かんなかったけどノグだ。こんな感じですかね。はい、はいはい、というわけで今回は、サイクルガジェットあやちゃんの自転車について紹介させていただきました。いやこのハンドル本当に目から鱗、あの下半ってやっぱりやすごいブレーキレバー握りやすいじゃないですか。それが上半でできるってなったらこれ別に下半特に握る必要ないやって人だったらこれで全然いいかな、うん、です。なんかグラベルロードとかでも使えそう。特に下半握んなくても全然いいので、ずっと下半握れるからブレーキかけやすいんで、ちょっと妹のバイクこれにしようかな今度から。妹のバイク今度紹介動画あげる。はい。このトピークのこれもすごい便利。便利ですよね。横にしたり縦にしたり、はい、本来は縦だけど横にできるっていうのがすごい、うん、重量は測ってないけど、まあこんだけついてるからね。多分これで測ってもそんなに軽くはならないけど、多分全部外したら僕のよくより絶対軽い。それは間違いない。いや軽いと思う、軽いと思う。シャバルついてるし、同じカーボンだし、僕のリュックもリュックだからそんなに軽くないんだよ。あ、そうですか。うん、リュックってめっちゃ軽いイメージあるけど、僕のリュック、リュックの中でも比較的安いやつ、はい、そんなに軽くないです。ただ乗り心地はすごくいい。なるほど。そうそうそう、だから同じタイプかな。グストこの前乗ったら足完全に削られたから、さっき削られた、ね、そう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 、もう足完全に持ってくれた。次の試乗ですっげえ足が逃げとるようになっちゃった。多分この子は割とあのグストの方に聞いたらロングライド向けだったので、多分そんなに足は削ってこない。僕乗ったのプロチームのレースで使ってるスプリント用のバイクだったんで、まあ削る削る、硬い硬い、硬、ね、くて多分すっごい加速するの、はい、びっくりするぐらい加速するんで、ただその子と多分性格は多分違うと思う、うん、僕が乗るなら多分こっちかなって思いました。はい、というわけであやちゃん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、というわけでこの動画面白かったと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録のもよろしくお願いします、はい、それでは次回の動画もお楽しみに。じゃあねー、バイバーイ。